皆さん、こんにちは。今回は、公用立地論について、ウェーバーの公用立地論を中心に、概略を紹介します。公用立地論は、工場をどこに立地させるべきかを説明した理論ですが、一般に工場は製品の生産コストを最小化できるような場所に立地すると考えられますので、そのコストの最小化の観点から、これまでに様々な検討がされてきました。それらの中で最もよく紹介される古典的な理論が、ウェーバーの公用立地論です。まずは、工場の立地について考える上での基本事項を確認しておきましょう。工場の立地因子と立地条件についてです。まず、立地因子について。これは、大きく、輸送費と生産費とに分けて捉えることができます。輸送費には、工業製品を製造するための原料の輸送費や、製品の輸送費が該当します。一方、生産費には、工場で働く人たちの人件費や、工場の用地や建物の費用、工業用水の費用、電力などのエネルギーの費用、などが含まれます。なお、これらの費用が、それぞれ全体の費用のうち、どの程度の割合になるのかは、工場の立地場所だけではなく、製品の種類によっても異なります。続いて、立地条件について。これは、大きく、自然条件と社会条件とに区分することができます。自然条件は、地形、気候、植生や、水利の条件などのことです。工場用地の確保や、原料、製品の搬出入にも、地形や河川の状況などが関係しますが、例えば、食品製造の分野では、気温や湿度、水質などが製品の品質を左右することもあります。一方、社会条件には、交通や通信インフラの整備状況、教育水準、税制、生活環境などが含まれます。それぞれの地域の教育水準は、工場で雇用する労働者に対して、どれくらいのパフォーマンスを期待できるかということに関係しますし、それぞれの国の税制は、工場の立地や、製品の生産過程、原料や製品の輸出入時などに課せられる税の額を規定します。これら、立地因子と立地条件を見たとき、簡単に言うと、立地因子は工場の立地決定に直接作用するものとなり、立地条件は生産効率や工場の従業員の生活などに影響を及ぼすもの、ということになります。一般に、企業が工場を建設する場合、原料供給と市場の両面を考慮して、費用を最小化できる場所に立地しようとする、と考えられます。そして、それぞれの企業は、立地因子を第一に考え、その上で立地条件の影響を考えて立地を決める、といった感じでしょうか。これらを踏まえて、ウェーバーの公用立地論について紹介します。ウェーバーの公用立地論は、1909年にアルフレート・ウェーバーが諸公用の立地についてという著書により発表したものです。イギリスから始まった公用化が、ヨーロッパやアメリカ、そして日本にも広がり、この頃になると、工場制機械工業が拡大して工場の設備が大規模化し、大きくなった固定費に対応するために大量生産体制への移行が求められるようになりました。この前年の1908年にはアメリカでフォード社が大衆車の T 型フォードを発売し、さらに少し後の1913年にはその生産にベルトコンベア方式を導入して、そこから大量生産体制の確立につながった。そんな時期の工場立地について、ウェーバーがモデル化を試みたわけです。すでに紹介したように、工業生産において利潤を最大化するには、輸送費や労働費、地代などの生産費を小さくする必要があるわけですが、ウェーバーはこれらの中でも輸送費に注目して、それが最小となる地点に工場が立地する、と説明しました。そして、その説明のために、2箇所の原料産地と市場とを合わせた3つの地点を頂点とする立地三角形を設定しました。工場は、2箇所の原料産地から原料を仕入れ、製品化して市場へ出荷するために、この立地三角形の中のどこかに立地するというわけですが、その立地場所は、工場と原料産地1、原料産地2、市場との間の距離を、それぞれ D1、D2、D3、輸送する原料1、原料2、製品の重量を、それぞれ W1、W2、W3 とするとき、D1×W1 たす D2×W2 たす D3×W3 の値が最小となる点において輸送費は最小となるため、理論上はその地点が最も合理的となると説明しました。なお、この立地三角形は正三角形として描かれていますが、これはあくまで説明をわかりやすくするためのモデルであって、現実には原料産地と市場の位置関係がぴったりこのような形になることは考えにくいですし、そもそも、原料が一つだけの製品も、三つ以上必要になる製品も存在しますが、それらの場合にも、この考え方は適用できるということです。そして、このモデルに沿って、様々なタイプの工場がどこに立地するのかを具体的に考えるには、
次のような工業原料の性質の違いを踏まえる必要があります。まずは、原料となる資源の分布の観点から。産地が限られず、至る所で入手可能な普遍原料と、産地が限定される極地原料とに区分できます。普遍原料の代表は、水や空気です。砂漠には水はないじゃんと思うかもしれませんが、そもそも人間は、水がないところでは社会を築くこと自体が難しいですよね。それから、空気が原料というのもピンとこないかもしれませんが、この話の時に僕がいつも思い出すのが、高校の科学で習ったハーバーボッシュ法のことで、この方法は空気からパンを作る方法とも言われましたが、この方法により空気から窒素を取り出して化学肥料を生産する体制が確立されたのも、ちょうどウェーバーが工業立地論を発表した頃のことです。これに対し、極地原料には、鉱石や石油などが該当します。次に、原料の純度の観点から、製造過程で、原料と製品の重量があまり変わらない純粋原料と、製品の重量が原料のそれに比べて軽くなる重量減損原料とに、区分できます。純粋原料に該当するのは、水、小麦、綿花や茶葉などです。一方、重量減損原料には、鉱石やサトウキビなどが当てはまります。例えば鉄鉱石の場合、高品質なものであれば、鉄の含有量は5から6割ですが、それでも鉄鉱石の重量の半分近くは製品である鉄にはならない。つまり重量が減損するわけです。これらを踏まえて、再び立地三角形を見てみると、この三角形中の2つの原料産地で取れるのは、極地原料ということになりますね。また、普遍原料については、これらの原料産地や市場も含め、三角形内のどこでも入手可能、ということを確認しておいてください。そして、2つの極地原料を投入して製品化するときに、その極地原料の重量と製品の重量とがどのような関係になるのか、という観点から、簡単なケース設定をして、工場の立地場所について考えてみましょう。例えば、2つの原料ともに重量が10、つまり原料の総重量が20、それに対して製品の重量が10であったとき、極地原料の総重量と製品の重量との比を原料指数とすると、その原料指数は2となりますが、これは原料が加工過程で減損したことを意味します。この時、減損してしまう、つまり製品に使われない部分の重量にまで輸送費をかけるのは無駄ですから、その節約のためには D1 や D2 を小さくする。つまりは原料産地に近い場所へ工場を立地させた方が、D1×W1+D2×W2+D3×W3 の値は小さくなります。このように、原料指数が1より大きくなる場合は、原料産地に工場が立地すると説明できるわけです。この具体例としてよく紹介される工業が製鉄業です。製鉄には、主な原料として、鉄鉱石、石炭、石灰石が必要です。なお、原料産地1と原料産地2のどちらの近くに立地するのかは、各原料の重量の減損率などによって決まります。例えば、製鉄所の場合、1900年代の初頭であれば、鉄1トンを製造するのに、鉄鉱石は約2トン、石炭は約4トン必要とされましたので、炭田の近くに立地する傾向がありました。その後、製鉄の技術が進み、現在は鉄1トンの製造に必要な鉄鉱石は 1.5 から 1.7 トン、石炭は 0.8 から1トンとされ、製鉄所の立地場所にも変化が見られました。次に、2つの原料ともに重量が10、それに対して製品の重量が30であったとき、原料指数は約 0.7 になりますが、これは加工過程で普遍原料が使われ、その分の重量が加わったことを意味します。どこでも入手できる普遍原料、つまり市場でも入手可能な原料分の重量にまで輸送費をかけるのは無駄ですから、この場合は工場を市場に立地させることが合理的となります。この具体例としてよく紹介されるのが、ビール工場などの飲料製造業です。ビールの場合、主な原料は麦芽、ホップ、水ですが、製品の重量の大部分は水分です。しかも、ビールの製造過程では、製品重量の10倍近い量の水が必要なのだそうです。実際に、国内のビール工場の多くが大都市の近隣に立地しています。なお、現実には、製缶工場との関係も重要ですし。また、かつて瓶ビールが主だった頃は、瓶の製造や輸送、そして回収場の都合も重要でした。最後に、2つの原料ともに重量が10で、なおかつ、これらが純粋原料であり、製品の重量が20であったとき、原料指数は1になります。この場合は、工場は立地三角形内のどこに立地しても輸送費は変わらない。つまり、輸送費だけを考えた場合には、三角形内のどこにでも立地しうるが、最終的には他の因子などに規定されて立地が決まる、ということになります。このタイプに近い具体例としては、綿工業が挙げられるでしょう。イギリスの産業革命初期の主要産業ともなった綿工業ですが、
製造工程には多くの労働力が必要とされてきましたので、その労働費が安くなるよう、現代においては発展途上国などに立地する傾向があります。ウェーバーは次の段階の分析において、労働費について検討し、続いて、工場の集積による効果についても言及しましたが、今回、それらの紹介については省略します。このように、輸送費だけでは説明しきれない部分もあるわけですが、そもそも、ウェーバーはこの理論家に際して、輸送費は重量と距離に比例するという単純化をしており、他にも、市場は特定の1地域のみの存在で、需給量は一定している。労働力の供給は一定で、労働力不足は生じない。工場の経営者は純粋かつ合理的に利潤の最大化を追求する。などのかなり単純な前提条件を設定しています。さらには、ウェーバーが工業立地論を発表してから100年余りが経過し、輸送技術の発展に伴って輸送費が大きく低下するとともに、工場の設置においても、当時主流だった一つの会社が一つの工場を経営する形から、現代の大企業では複数の工場を国の内外に展開してそれらをネットワーク化するような形が一般化し、この立地三角形のモデルの説明力は低下してきています。そのため、中学や高校の社会科の教科書ではそれぞれに、このウェーバーのモデルをベースとしつつも、それに修正を加えて、原料指向型、市場指向型、労働力指向型、電力指向型、臨界指向型、臨空指向型、集積指向型、といったような工場の立地の分類がされることがあります。なお、ここに掲げたものは、あくまで一例であって、分類の仕方は、教科書や参考書などごとに少しずつ異なります。また、これらの分類と各工場とを一対一の関係に整理できるということではありませんし、ここに挙げたような面だけで工場の立地を説明できるわけでもありません。ある一つの工場の立地について、二つ以上の面から説明されることもあります。よって、単にこれらの分類ごとの名称や定義を覚えるという捉え方ではなく、それぞれの工業の性格やその時代の社会の様子を踏まえながら、どのようにすれば費用を節約できるのか、という観点から、工場の立地についてあれこれと考えてみることをお勧めします。この動画は、これにて終了します。また次の動画でお会いしましょう。